皆さんこ、こんにちは。です今回の動画は、アプローチが苦手な方、アプローチの距離感がうまくできない、トップ、ダフリ、様々なトラブルが起きてしまう、その方たちに向けた動画になっています。皆さんは、アプローチの練習をするときに、左右対称にクラブを動かしていく、このような練習方法、このようなイメージで練習に取り組んでいると思います。 もちろん、一般的なアプローチのレッスンの現場でも、距離感をコントロールする、意識するときには、左右対称の振り幅、このように振っていきましょう、というふうに行っています。ですが、このように意識しながら練習しても、なかなか本番でうまくいかない、そのような方が大勢いるんです。今回の動画では、本番に強くなるアプローチの打ち方、練習方法を皆さんに紹介していきます。 ぜひ最後までご覧になってください。それでは行ってみましょうか。なぜアプローチで距離感をコントロールするときに左右対称で行っていきましょう。この理由というのは、例えば今ピンまで41ヤードぐらいの地点にいるんですが、左右対称の振り幅でスイングのスピードをコントロールすることによって、 このように距離感をコントロールしていきます。ですが、アプローチが苦手な方というのは、このような左右対称の振り幅でアプローチすることが基本的にはできません。これにはいくつか理由があるんですが、一番の理由というのは、バックスイングを上げるときにヘッドに勢いがつけて、例えばこの辺でクラブを止めようと思っても、歓声が働きますので、 腕は自然と高く上がります。体の回転、腕の連動性、胸と腕でできた三角形を維持しながらバックスイングする、このような動作が正しくできていないせいで、手だけでひょいっと上げてしまう方が多いからですね。この動作をフルショットで行いましょうというのであれば、それほど難しくないんですが、 小さな振り幅で実践していくというと、ほとんどの方ができない。習得するまでに時間がかかってしまう。これが現実なんですね。ですので、今回の動画では、多少手上げになってしまう。このようなアマチュアの方、特有のスイング動作であっても、距離感を安定させていく。上下の打点を上手にコントロールしていく。そのような打ち方を、 皆さんに紹介していきます。使用クラブは58度、サンドウェッジで行っていきますが、皆さん自身が練習するときには、普段アプローチで使用している、慣れているクラブで行っていきましょう。まず今回の打ち方で重要なのは、アドレスです。アプローチを行うときに、クラブを極端に短く握ってしまう方がいるんですが、クラブはそれほど短く握らないようにしていきましょう。あまりにも短く握ってしまうと、 ヘッドの重量を感じにくくなって余計手打ちになりやすいです少し長めに握った方がヘッドの重量を感じながらゆったりスイングを行うことができますボールに対して構えるときにはスタンス幅は打っていきたい距離にもよるんですがあまり広く取らずに肩幅の範囲に収まる程度にしていきましょうボールの位置はどの距離を打っていくときでも 左に置きすぎないこと、必ず中央よりも右サイドに置くようにしていきましょう。この方がミスが出にくいです。次に打ち方なんですが、注意することは一点だけ。先ほどは左右対称の振り幅、このようなイメージで打っていったんですが、振り幅のイメージは、バックスイングが1であったら、 フォロースルーを1、2、3にします。バックスイングはコンパクトに。フォローは大きく。ちょうどイメージとしては、ボールを下から放るようなイメージですね。ボールを下からフォール時には、1対1。こんな風に放んないですよね。後ろに手を引いて、小さなバックスイングから、 少しフォローを大きめに、フォローで飛ばしていくようなイメージ。このような投げ方をするはずです。1対1。かなり不自然な動作だと思いませんかね。小さなバックスインから大きなフォローで投げていった方が、自然な動きでボールを飛ばしていくことができます。ボールを打って飛ばしていく。そのようなイメージから、ボールを 運んであげる。このようなイメージでアプローチを行っていくようにしていきましょう。先ほどの同じ41ヤードを打っていきます。先ほどのバックスイング。今回のバックスイングはこの程度のイメージですかね。フォローで飛ばしていく。 この打ち方を成功させていくためには手だけでフォローを出していくのではなくてしっかり体の回転を使いながら飛ばしていくこのようなイメージを持ってくださいそれプラスボールを運んであげるイメージなんでインパクトを意識しすぎないことフォローを出して なるべく等速でゆったり大きく振ってあげる。このようなイメージを持ってください。小さな振り幅でインパクトを強く入れてしまうと、このようにフォローが途中で止まってしまって、前の方にボールを運んでくれません。ゆったり大きく振っていくことによって、 ボールを適正な距離飛ばすすことができますただしこのような打ち方には距離のの限界というものがありますバックスイングの大きさで言えばおおよそ腕が地面水平よりも手前ぐらいの振り幅この程度の大きさでしかフォローの大きさ1対3にできないのでおおよそ皆さんの距離で言うと50ヤード未満ぐらいまで。 は、この打ち方を行っていった方が距離が安定するはずです。今41ヤードの距離だったんですけど、これが例えば30ヤードであれば、さらにバックスイングを小さく、フォローも小さく、このようなイメージで打つことができれば、適正な30ヤードも打つことができます。小さなバックスイングをすることによって、インパクトまでの距離を短くして、 これまでに起きてしまう様々なトラブルというものを防ぐことができますし、フォローをしっかり振り抜いていくそのようなイメージから、仮にバックスインがある程度大きくなってしまったとしても、途中で緩んでしまって失敗してしまう、このようなミスも防ぐことができます。まずは練習場で、小さく大きく、小さく大きく、 このような、フォローへ飛ばしていくようなイメージを練習して、自分の距離感を作っていきましょう。それでは今回の動画は以上になります。ご質問、ご不明な点はコメント欄までお願いします。それではどうもありがとうございました。